じゃあ、こんにちは。豊さん、はい、関西ダービーが今行われています。京セラドームでオリックスと阪神というところで、ただ初戦はオリックスの曽谷投手が12奪三振、見事なピッチング、まあ、全部で15奪三振、そのうち7つが見逃し、はい、はい、そうです、見逃しでした。8つが空振りというね、はい、岡田監督の談話によると、はい、あんなに見逃しが多いって、うん、ほらお前ストライクばっかり見逃したらいかんわなっていう、まさにです、ね、はい、見逃しが多いっていうぐらいにやっぱり印象があったんだろうね。でしょうね、まさにその通りで、5回まで15個のアウトのうち11個が三振、まあ、12個の三振を奪われたんですけれども、一問一答やるで何もないけどからまず始まります。記者の質問に対して、まあ、会見をやるでっていう、ね、うん、やるで何もないけどと、あれだけ三振するということはやっぱ相手が良かったんでしょうか。いや確かにね、ちょっと口挟むけど、はい、曽谷はいい、昨日よかった、火曜日よかったですね、いやコントロールも良かったし、あのね、はい、変化球のキレも、はい、一瞬ボールに見えて、うん、ボールからボールになるだろうなっていうのが相当なブレーキで、はい、ストライクゾーンに入ってきてたよ、うん、それは見逃してもしょうがないなっていうボールはいくつかはあった、いくつかはあったんですね。ただちょっと多すぎたっていうのも感じたわけです。あれだけ三振するということは相手が良かった、知らん、俺は分からん。でもそれは分からないな、打席に立ってないから、はい、でボールを振らされているんですかという問いに関しては、いや見送りの方が多いやろ、ボールはそれはお前自分で振るんやから、バッターが見送りって言うてもお前ストライクらしいな、見送ってんのそらあかんわな、ボール球振ってストライクを見送ったから、あれだけ見逃してお前ストライクなわけやからな、ということで、やっぱりその見逃しが多いと、ボール球じゃなくてっていう、まあそうだな、はい、やっぱ見逃しの三振っていうのは何も生まれないからね。確かそうですね、振ってないわけですからね、振ってないし、もう前にも飛ばないしさ、うん、振ってないわけだから、うん、で見逃してストライク取られて帰るって、うん、何も起こしてないわけだから、はい、それはやっぱ指揮官としたら何か起こせよって思ってるよね。ですよね。ただあの火曜日の試合、渡辺選手が2打席連続ヒットと、はいはい、鍋広選手は非常になんか合ってたのかな、まあ、そうだな、3打席目はサードライナーでな、そうなんです、ランナー置いてな、はい、惜しかったけども、うん、まあ、惜しかったじゃどうしようもないからな。確かに、まあ、あとは見逃していれば、例えばサトテル選手であったり、あの満塁での三重ちゃん、三重ちゃんも2打席連続の見逃しの三振だろう。あの1打席目かな、ヒット1つヒット打ってはいるんですけど、まあ、センター前に打ってるから、はい、あのここで決めてほしいっていうところで見逃しだったので、やっぱ振りにかかってほしいよな、うん、そのためにやっぱり左だったので、右の三重ちゃんを DH だったので、まあ、全てがうまくいくとは思わないけどさ、はい、ちょっと見逃しの三振消極的に見えちゃうよね、うん、そうですよね。あと村上投手について、まあ、村上は最後までという問いに関して、いやもう球数少なかったしな、2点じゃまだワンチャンスやから、そんなもん分からへんわ、 DH やから、そのための DH やからの、最後変わるか言うたけど最後まで行きます言いよったから、まあ、でも援護点が少ない中で、援護点少ないってあれへんやん、ゼロやん、中継ぎつかなかっただけ、そんな問題じゃないよ、うん、なあまあね、そんな問題、やっぱ勝ちにいってるわけだから、そう負けをな肯定してもしょうがないしな、そうなんです。で援護点が少ない中でって記者も聞いちゃったところ、ゼロやんって言われて、ゼロやん、そばやん、そば中継ぎ使わなかっただけも良かったじゃないですか、記者も一応なんかね、まあ、なんかこう取り繕ってな、そうだったんですけど、そんな問題じゃないよオンって言われてしまったっていう、まあ、それはすごい、うん、火曜日しんどいですよねと言ったところ、そりゃしんどいよそんなの、極端やな、打てるもんと打てんもんと、しゃあないわ一緒やもんな、こんだけボールをな立って見てたらみんなフォアボールやのにな、この間から。ただ渡辺選手は元気そう、大丈夫そうですねって、そりゃ大丈夫やろこんだけ打って、あれいてなかったらもう何もないわって、で帰り際にもう今日は何もない終わりは終わりと言って、まあ、結構喋ってたでも喋ってくださっただけありがたいわ、記者としてありがたいんですが、まあ、そうそう、まあ 4-0 だったので、まあ、4-0、15奪三振ね、はい、近本4番、まあ、確かに一番頼れる、はい、岡田監督が一番頼れるバッターというふうに思ってるかもわからないけども、うん、やっぱり1番に戻して中野2番、うん、3番前川で、4番森下、うん、5番鍋梁、はい、6番サトテル、はい、こういう風にした方がいいのかなっていうような気もするな。やっぱり近本選手っていうのは4番じゃなくてやっぱ1番で
発揮するタイプっていう。まあそうだね。それとやっぱこう4番って考えると相手から見ると少し楽かもわからんな、うんうんうん、で1番相当嫌だろうけども、はい、これが4番に入ることによって嫌さはなくなるかなっていう感じがするよね。そうですよね。ホームランとかね、まあ、いろんなことを考えると、はい、うん、まあ、少し非力な部分はあるけどもね、うん、まあ、岡田監督はもう得点圏で打ってくれれば、はい、まあ、それでいいっていうふうに思うかもわからないけども、他球団が対峙した時にじゃあ近本4番で怖い打線かっていうとさ、うん、1番近本、森下4番の方が嫌だと思う、はい、うん、一発の怖さっていうのはやっぱありますね。まあまあそうだね、溜めて一発っていうのがね、うん、あるし、まあ、ここら辺がな、岡田監督がいつ戻すか、それは大山が帰ってくるまで我慢しとくのか、うん、まあ、俺は早く戻してあげた方が近本がおかしくなるんじゃないかなっていうな。そうなってくるとね、今度また厄介なことになりますね。そうやな。だからまあ打順っていうのはさ、大体近本っていうのは昨年から一番、はい、ほとんど一番だったでしょ、はい、そしたらやっぱこう一番のルーティンってリズムって分かってんだよね、はい、だからこれがやっぱ4番になるとさ、回ってこないなって。逆に言えば初回絶対打席に入ってたのが回ってこないかの確率もあるわけだから、それだけでリズムが違うしね、うん、まあ、付き合ってきたリズムっていうのは多分俺は大きく左右してると思うよ。ですよね。まあ、ここのとこね、近本が4番になれて打つようにはなってきたけども、はい、まあ、それまではその4番を意識してたんじゃなくて、うん、このルーティーンの違いで回ってくるリズムの違いで打てなかったと思うんだよね、うん、まあ、あの選手は4番を打たそうが何しようが打つ選手だよ、はい、ただそのリズムが狂うことによってバッティングがおかしくなったっていうのは多分言えると思う。先週なんかは本当に 1,2,3番、中野選手、それから前川京選手、そして大下選手、森下選手が得点できてたってい ういいリズムではあったんですけれども、その火曜日に関してはそこも機能せずっていうこともあったりとか、まあ、やっぱじゃあ一旦その近本選手を大山選手が戻ってくるまで4番に置いておくのか、もう戻ってくる前にもう1番に戻して4番森下選手にするのかっていうところもちょっとポイントになってきそうな気はしますけどね。まあそうだな、まあだから、まあ、岡田監督もこのままではやっぱりいけないっていうのは分かってると思うんだよ、うん、近本4番、これは1番に早く戻してやりたいっていうのは多分岡田監督も一緒の気持ちなんだと思うんだよね、はい、だけどじゃあ抜けた穴はどこ誰がっていう、うん、自分が信頼する人間しかいないんだけども、はい、俺だとやっぱスッと森下ってなるんだろうけども、うん、岡田監督の中ではならないんだろうね。やっぱり一番率打ってる選手っていう風になるんですかね、まあ、なるのか、勝負強いっていう風に考えてる選手になるのか、うん、まあ、それだったら、まあ、森下3番里照4番行ってみるかみたいな、わそれでもいいと思うんだよ。その里照選手が、まあ、ちょっと、ね、帰ってきてからなかなかまだ調子が、だって3連勝じゃん。チームはね、じゃあうちに来たんじゃない、形に来たの。あ、そうか、雰囲気だ、もう雰囲気を変えに来たのか。そうそうそう。まあそうか。やっぱ里猿が一人入るだけで、うん、重量感は増すよ。まあそうですね。怖さは増すよ、うん。だからその効果っていうのはいいじゃない。まあ確かにチームにね、影響はいいですもんね。ね、うん、里猿の存在感っていうのは今のところは大きいよね。あと美恵ちゃんは今シーズンどうですか。美恵ちゃんはもういいんじゃない。あの美恵ちゃん試合後すぐ TikTok ライブ始めて、この前私一緒にバトルやってるんですよ。いやだからそれはやめといた方がいいと思うよ。コメント欄にね書かれてました、うん、あのそんな数日もあったら練習しいやとか。そうだろ。いやね、それね、森内は加担しない方がいいよ今は。もちろんもちろん。いやだからオフになったらやればいいけど、うん、昨日でも先発出場してて、そうなんですよ、大事なところで三振、うん、まあ、TikTok が頭にピーンときてやめとけよもうそういうことはって言われるじゃない。そう、絶対にね、どうしてもね、まあ、それが打つ打たないの原因なんじゃないかもわかんないけども、うん、イチャモンつけられるとちょっと嫌じゃん、反論できないじゃん。いやだからやめてた方がいいなっていうふうには思うけどもね。そうですよね、まあ、貴重なね DH でチャンスもらっただけに。いや本当そうだよな、うん、昨日やっぱあの満塁の場面で結果出さなきゃいけなかったのかなと思っちゃいますし、見逃しだったからな。いやそうですよ、まあまあ外に投手がいいっていうのもあったんでしょうけど、まあでもあとここから
からあのオリックスの2戦はあの糸原選手だったりとか原口選手、相手ピッチャーは右左であると思うんですけど、 DH で、まあ、使ってくるのかなって、まあ、そうそうだよねもういらんってなるかもわからないですよね。でノイジーもねこんなんだし、まあ、ノイジーは上がってくるかもわからないけど、ね、逆に、うん、ミエちゃんとこう交代するかもわからない、まあ、ありえますよね。そうですね、だから調子が悪いとね、まあ、チームが悪いとやっぱりいろんなことがね問題されてくるから、うん、まあ、とにかく勝つことしかないな。ですよね。ただ岡田監督が日曜日才木投手 の勝ったゲームで言っていたのは、やっぱり毎週土曜のビーズリーと毎週日曜の才木投手がいいから、土日で勝ちの計算ができるっていうのは非常に大きいかなみたいな、まあ、これが崩れたら悲惨なことになるじゃない確かにもう、まあ、でも岡田監督が、うん、よしここからスタートだっつって明日から、ね、はい、もうやっと5割、うん、で明日から開幕やって言って2つの貯金作ってるわけでしょ、はい、頑張ってるっちゃ頑張ってるんだけどもさ、うん、勝ち方が阪神らしくないんだよね。スカッとしないかっていう王道じゃないんだよね。そうなんですよ、ね、だからその王道の勝ち方をこう目指してね、はい、まあ、ちょっと頑張ってほしいな。そうですね、はい。